はい、吉野山登ります。登るぞ。あれ登るぞ。ジョナは？あれ？登ります。綺麗。ね、早起きは三毛の徳。三毛どころじゃない。寒い。ね。もう綺麗。もうやばい。三谷くん並みに息入るよ。街録チャンネルなんだけどこれ。これやばくない？やばいです。マスクがやばい。このこのご時世やばい。人生登山に例える理由がわかる。わかったわかった。めちゃめちゃハードだよね。持ってる。持ってるより。ガチ登山です。これ登山だね。砂利道で焦ったよね。突然の砂利道。顔色一つ変えないジョナ。確かに確かに。え、すごい。すごい。なんかもう杖持ってる人いたもん。まあ一筋縄では綺麗な景色は見れないということです。イエーイ。まだ写真を撮るには早いよね。やばい。もう落ちたらどうしよう。やばい。もう坂が救いです。くず切りって食べれる？食べれると思います。ワンちゃん。ワンちゃん。今からは無言にチャレンジしたいと思います。よいしょ、行くぞ。すごーい。おー、いい景色だ。いい景色。なんかもうゴールが見えてきましたね。見えてきましたね。でもじゃあ最初にやっぱ辛いことを乗り越えるっていうのが人生人生と同じものを感じた。ゾッケっぽい。いい。最初に耐えたから。最初にチート使わなかったんで。なんかゾックやってて一生分ぐらいババアって言われたけど、うん、なんかこれ登れる人はババアなわけない。でも今日初めてちょっと自分で自分についてあこれちょっとって思った。嘘。でもおばあちゃんとかで登ってる人マジすごい、ね、めっちゃ尊敬する。
結構おじいちゃんおばあちゃん多いもん、ね、多い。でもそういうおばあちゃんになるにはもう今からこれ習慣化していかないと多分もう無理だよね途中からは。でもずっとライブやってたらいけるかもしれない。確かに確かに。あとちょっと登ります。どうですか？もうめっちゃやばいです。見てください。この景色がなかったら死んでるよね。もうこれが勝者の景色だと思います。皆さん勝者になってみてください。反対登った方がいい。これ行ってみよう。めっちゃ怖い。怖いね。杖なくていけるこれ。よいしょ。気をつけてねみんな。あ、すごい。よいしょ。すごいすごいすごい。そのグッズはマジで目立ちますわ。これルナちゃんから写真が。上まで登れたので下ってクズ切りを食べます。ジョナちゃん見つけました。はい。降ります。降ります。もう食べてる。もう食べてる。美味しすぎる。美味しそう。マッチで見つめる。死んだ。うわ、うま抹茶。こんなほどけたよ。うん、気づいたら消えてた。旭館までお越しくださいませ。繰り返し。ケーブルカーに乗って駅まで行きます。はい、お願いします。すごい。わー、怖い。ね、最高。日本最高。
時に下山したので、この後ライブ行きたいと思います。バイバーイ。